まあ、時の流れというのですね、過ぎるとともに劣化していきます。周りの人々も変わっていくし、これからは、高齢化社会、そして将来の子供たち、日本の未来は、マジで言ってしまうと子供たちはかわいそうですよね。だんだんこう、便利な世の中になっていくにつれて、何か失っていくものが多すぎまして、僕も昔はこんなスマホじゃなくて、テレビゲーム、ゲームボーイとか64プレステから始まって、ドリキャス、ゲームキューブ、ね、プレステ2、今プレステ4なんか出てますけど、ゲームボーイアドバンス、ワンダースワンとか、あとは、日々変わっていくゲームの種類。唯一セガサターンだけはやったことないんですけど、ひどいもんです。昔プロ野球選手が言ってたことは、よく子供たちに、将来の子供たちに夢を与えたいって言ったんですけど、あれは、まず意味がなかったと思います。まあ、与えたのは与えたんだけども、与えるのは与えた。それを、時代がちょっと遅すぎたんですね。昭和初期だったらわかるんですけど、あれ、平成になってから僕の人は言ってたんですね。だから、未来が見えてた人なんかはもう、そんなこと言ってもね、もう未来の子供たちを好きにやらせた方がいい。僕なんかは多分、子供たちに、夢を与えたいって、そのインタビューとかで、ヒーローインタビューとか言うとしたら、君たちは君たちで好き勝手に自由にやってくださいって言いますね。だって子供たちが、僕たちが夢を与えてても、責任感じちゃいますもん。だから僕がもし親になったら、僕はお父さんになるわけですけど、子供がもし息子娘が生まれたら、自由にやらせますね。ただ、なんか、娘と息子と一緒にいたいな、夜は。巨人の阿部慎之助さんが言ってましたけど、いつも3人で川の字で娘息子さんと寝てるんで、なんか羨ましいなって思うんですけど、なんかたまに息子に蹴られて、外のお茶の間のソファーで、阿部さんだけ寝てるっていうのがあるって聞いたときは、ああ、やっぱり子供には親は勝てんなと思って、そこは。